はい、3、2、FM 宜野湾のラジオをお聞きの皆さん、こんばんは。こんばんは。メンヘラジオのお時間がやってまいりました。この番組は精神科病院の入院中に出会い、精神科病棟で愛を育んだギャンブル依存症の中村健太と乖離性障害の中村夏実の夫婦でお送りするメンヘラのメンヘラによるメンヘラのためのラジオ番組でございます。夜お薬を飲んだはいいが、なかなか寝つけず、このラジオを聞いているメンヘラさん、寂しくて不安で、その気持ちを紛らわせるためにこのラジオを聞いているメンヘラさん、私たち2人が疑問、質問、お悩み相談、何でも受け付けます。健太さんの広く浅い知識と夏実のその場の思いつきで、いろんな角度からお答えいたします。はい、もちろんメンヘラじゃないリスナーさんからのご連絡もお待ちしております。メールアドレスの方を夏実さん、はい、メンヘラ103@gmail.com、 ローマ字でメンヘラ数字で103@gmail.com までよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。はい、はい、本日収録日が6月26日月曜日。はい、もう6月が終わりますよ、夏実さん。終わりますね、うん、で放送日が7月に入ってますからね、7月3日の月曜日、うん、これを聞いてる皆さんはもうすでに6月を終えて7月に7月に突入してます。片足突っ込んでますそうですね、ちょうどね、先日昨日か、うん、6月の25日ね、日曜日に、うん、沖縄地方は梅雨明けが発表されまして、うん、もう夏らしい天気がもう、そうよ、太陽がさんさんと降り注いでね、もう暑い暑い、うん、昨日、一昨日だっけ、一昨日土曜日かな、うんうん、なんだっけ、浜東の方にもね、海中道路の方にも行って、うん、太陽がね、本当にじりじりとすごかったね、肌をね、痛めつけてきましたね。日陰に座ったけど暑かった。で、その前には、うん、お友達と、夏実さんのお友達がね、うん、僕ら先月の5月20日に、結婚パーティーみたいなことをね、身内でやったんですけれども、うん、ちょっとタイミング悪くコロナにかかっちゃって、うん、コロナとインフルエンザのダブルパンチ、ね、ダブルパンチって言ってた。くらってちょっと来れなかった友達がいるんですけど、参加できなかった、はい、夏実さんのお友達がね、うん、よかったら一緒にご飯でもいかがですかということで、うんうん、近くにあるね、ガジローラーメン、うん、初めて行ってきましたけど、はい、美味しかったですか？美味しかったよ、うん、トマト食べた、トマ味噌ラーメン、トマ味噌ラーメン食べた、うんうんうん、チャーシュー麺か、いや、チャーシューと、あ、まあそうだね、トマ味噌チャーシューみたいな、うん、美味しそうだったね、美味しかった、実際美味しかったしね、うん、僕はランチで出てた塩ラーメンのを食べたんですけど、うん、それも美味しくて、また機会があったらね、うん、ちょっと行きたいなと思ったんですけれども、うん、行きましょう、うん、皆さんもぜひガジローラーメン行ってみてください。おすすめです。はい、それでは本日も短い時間ですが、最後までお付き合いのほどよろしくお願いいたします。メンヘラトーク。はい、このコーナーはタイトルそのまま、私たちメンヘラ2人がテーマに沿って、時にはテーマから脱線しつつ、いろんなことをお話しするコーナーでございます。メッセージもどしどしお待ちしております。よろしくお願いします。はい、はい、早速ツイキャス来てます。サッチーさん、サッチーさん、こんばんみーってことです。はい、こんばんみー、こんばんみー、今日もよろしくお願いします。いつもありがとうございます、うん、いつもありがとうございます。うん、はい、ありがとうございます。はい、で、まあ早速ですけれども、うん、本日のトークテーマ、はい、はい、本日のトークテーマが、うん、祭りの思い出、祭りの思い出、はい、まあ先ほども話しましたけれども、沖縄地方ね、梅雨明けが発表されて、うん、本格的な夏のシーズンが到来、うん、ということでね、うん、まあ夏といえば
夏といえばなんか花火に祭りみたいなところあるじゃないですか。あそうね、まあ、他にもスイカとかね海とかいろいろ連想するところあるんですけども、うん、まあひとまず祭りに焦点を当てて、うん、はい、まあなんかね沖縄の祭りって俺勝手なあれだけど、うん、なんかいつも10月ぐらいにやってるイメージなのね。那覇祭りとか10月じゃなかったかな。那覇祭り、そうそうそう、うん、あでも全島エイサーとかは8月9月にやってたかな、まあ夏の終わりぐらい、うん、なんでかなってちょっと思ったんだけどさ、うん、やっぱり夏場が暑いからだろうね。ああ暑いからじゃない、そうそうそう、だからちょっと秋口というかずらして、うん、ずらしてもしかしたらやるようになったのかなって。夏にやるとマジでシャレにならない熱中症がすごいことになるからちょっと、うんずらして。そうね、まあその もしかしたらね祭りで熱中症になったっていう人もいるかもしれないしそういった思い出も含めて、うん、なんかまあ夏に限らずね冬のお祭りでもいいよっていうところなんですけれども、うんうん、まあいい思い出でも苦い思い出でも何でも構いませんと、うん、祭りにまつわるエピソードを教えてください と、ちょっと募集をかけたところ、うん、本日もいくつかメッセージをいただいておりますので僕の方からちょっとその前にその前に夏美さんどうしました、はい、夏美さんあのツイキャス見てくれてる人聞かれてるんですけど、うん、夏美さん髪切りました、気のせいかなそうね、あのラジオをご覧の方はあごきお聞きの方は分からないかもしれないですけど、そう、ね、ツイキャスのライブ放送とか、そうよ髪だけ切っちゃったよ。夏美さんちょっとねロングヘアだったけれども、うん、あのなんだったっけ、年に2回ぐらい訪れるうん、ものすごい髪切りたい衝動に、うん、髪の毛を切りたい衝動に駆られてね、うんうん、そうもう我慢できないのそういう時になると、そうそうらしいんですよ、そう我慢できない、ね、何を押しのけてでも絶対今日髪を切るみたいな、そうそう、なんかショートヘアにしたいって言って、でお気に入りのね、まあ、うん、当然当日ね、急に行きたくなるもんだからお気に入りの美容室の予約が取れなくてね取れなかった、まあ、それでもいいって言って別のところで切るっつってね、1000円カットぐらいのとこ行ってきました。そうね、七色さんっていうね結構、うん、1180円、はい、いろんなところにある、うん、そちらでだったら切れるんじゃないかっていうことで、おサッチーさんかわいいって、プレイグさん似合ってるよって、はい、プレイグさんもこんばんは、よかった、褒めてもらえてよかったね、こんばんはありがとう褒めてもらいたかった、はい、そう、まあプレイグさんもサッチーさんもよかったら夏の思い出が、あ祭りの思い出がね、うん、あればありましたらツイキャスであげてるお知らせいただける、はい、では届いてるメッセージ紹介し、はい、させていただきたいと思います。はい、はい、メンヘラネームリオチさんより、リオチさん、リオチ様、はい、リオチ様、様よ、リオチ様と言っても過言ではない、リオチ様、我々のねラジオの放送がされる前に、うん、リオチの未タイトルラジオで、メインパーソナリティを山内さんと務めてらっしゃいます、うん、リオチさんからの、初メールでございます、うんうん、はい、こんばんは、こんばんは、初メールです、はい、リオチです。テーマ、祭りの思い出ですが、内地出身の私はやっぱり盆踊りですかね。あ、小さい頃おばあちゃんに振り付け教えてもらって踊ってた気がします、うん、盆踊りはだいたい21時夜9時くらいね、うんうん、に終わるけど、うん、沖縄の道ジュネーとかは深夜までやっててかなりびっくりしました、うん、とのことです、うんうんうん、楽しい楽しいね道ジュネーとかね、俺は俺見たことないのよ道順ねとか。え、ほんと？うん、あのね、自分でこの祭りの思い出ってエピソードを選んでおきながらあれだけどね、うん、祭りあんまりあのなんていうのかな、得意としてないのよね。得意としてないことは夏美も一緒だけど、俺はあの人混みがちょっと集合恐怖症って言ったらいいのかな、分からない、集合恐怖症人混みがちょっと苦手でね、気分悪くなっちゃうのよ、うん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 、だからやっぱりああいう混雑したところに行くと、うん、ちょっと人酔いするというか、うんうんうん、そういうのでなかなか行けなくてね、何回かは行ったことあるんですけれども、でまあリオチさんはね埼玉県出身だったかな、うん、確かそうなの、うんうんうん、埼玉県出身で、うん、まあ内地といえばやっぱ盆踊り、盆踊りね、うんうん、盆踊りって言ったら病院の中で戻ってたよね。あーやってたね、やってたんじゃない、ね、ちょっとそれ話そう。盆踊りしましたね、なんか浴衣着て、浴衣着てさ、あの入院中にさ、うん、入院中でも病院の中で盆踊りやるって言って、そうね、そうね、そう 外で盆踊りをやるんだけど、あの、うん、やる予定があったんだけど、うんうん、なんか中止になっちゃって、
いや違う、確かあの時インフルエンザが流行ったかなんかじゃないかな。あ、それで外ではできないって言って、うんうんうん、中でやるみたいな。そうそう、病棟のね、あの、うん、作業療法をやる OT 室って言ったらいいのかな、広い部屋でね、ちょっとやるって言ってからね、そのだいぶ前からね、盆踊りの練習をしてあられちゃんとかね、うんうん、やってた、やりましたね、うん、確かね、はいはいはい、それの話をしたかった。まあそれも今、ま、な病院思い出じゃない。はい、続きましてメンヘラネーム、はい、夢をつかぽんさんより、あ、ありがとうございます、つかぽんさん。地元読谷村の読谷祭りの頃になると、うん、なぜかキュンとしてしまう。好きなこと行きたかったな、うん、夏の終わりを告げる花火、秋の風が心地いい。おっと、ポエミーな気分になってしまいました。ポエミーだね、とのことです。ポエミーだね、うん、あのつかぽんさんあれじゃないですか、あのポエハラじゃないですか。ポエマハラスメントって、ね、ポエハラ。はいはいはい、あ、プレイさんから来てます、はい、ツイキャス、うん、私青森在住だけど、うん、盆踊りは踊れない。ねぶた祭りがあるから盆踊りの習慣がないかもです、うんうんうん、ああ、なるほど。青森のね、まあ祭りといえば日本三大祭りに選ばれてるね、確かねぶた祭りって。あ、そうなの、違うかな、もう完全に俺の浅い知識だけど。浅い知識。あのねぶた祭りね、なんかすごい映像ではよく見るさね、ニュースとかね、うん、なんか実際に一度は目にしてみたいなと思うんだけれどもね、うんうんうん、ねぶた祭り、あ、サッチーさんからも来てます、はい、祭りといえば前頭エサーで迷子になりかけた思い出があるな。あ、怖い。あと去年初めて与那原大綱引きを見に行きました。与那原でも大綱引きってあるんだ、うん、うん、あ、プレイクさんから、お二人も FM ギノアンの浴衣ウィークに浴衣着るのかな。夏美さん曰く、あの私たちには関係ないことだな。浴衣がね、浴衣、去年買ったオレンジの浴衣があるんやけども、あのそれがね、入らんの。そうね、あのちょっと入らんの。夏美のわがままボディ、夏美のわがままボディが収まらんぐらいに、ね、なっちゃって入らんのよ、うん、そうだね、そう、それでちょっと我々には関係ない話になっちゃった。じゃあ続いて、ということです。続いて、はい、はい、メンヘラネーム、沖縄大好きさんより、うん、あ、ありがとうございます、沖縄大好きさん。健太さん、夏美さん、こんばんは。こんばんは。沖縄を愛する沖縄のラジオリスナー、沖縄大好きです。はい、メッセージテーマ、祭りの思い出、うん、一つは宜野湾市で毎年行われている羽衣祭りのカチャーシー大会、うん、僕はそのカチャーシー大会に団体の部に参加したことがあります、うん、団体の部って、団体の部、うんうん、高校生の頃に現代版組踊りに所属していた僕ですが、うん、入って半年経ったばかりの頃に、うん、カチャーシー大会の団体の部のメンバーとして参加、うんうん、ステージの後ろには玄ちゃんこと前川主健さんを中心に生演奏に合わせて踊りました、うん、その時踊ったのが等身同意でした。等身同意って聞いたことある。で、別の祭りの話で言うと、うん、昨年の11月に中城城市で行われた沖縄湾ヒーローズフェスタ、うん、龍神マブヤをはじめとする沖縄のヒーローたちが集結した大きなイベント、うん、キーヤマ商店さんをはじめジャーバーボンズかな、などのアーティストさんや、うん、沖縄湾ヒーローズのドラマに出演されている俳優陣も来られ、うん、たくさんの屋台に囲まれながら大きなステージではヒーローショーやライブ、うん、それだけでなくヒーローとの撮影会もありました、うん、沖縄県外からのヒーローから北九万、北九万、北九州かな、あー、そうかも、うん、株式会社悪の秘密結社からはヤバイ仮面などのヴィランズ、うん、次元戦士オルファムも来られました。何も知らない、わからない、どれもわからないけど、ご存知みたいに言われても。で、沖縄からは糸満満と先沼、あ、糸満満はちょっと聞いたことあるぞ。それから天聖戦士アライブや伝統神ウルマン、お魚戦隊、うん、デーラカージャーも来てました、うん、フェスは 大盛り上がりで最後まで楽しみましたとのことです。はい、沖縄大好きさん、ありがとうございます。マイクから離れていったけど、ごめんごめん、夏美今マイクからちょっと離れていました、ね、クーラーの元に、ね、これ死活問題なんでね。ちょっと強風にさせてもらいます。はい、一
糸満マン、糸満マンっているの？糸満マン聞いたことある。なんかアンパンマンみたいな。でもさ、前はさ、エイトマンみたいなのがいたんだけどね。エイトマンはね、エイトマンは焼肉屋さんかなんかじゃなかった？居酒屋。違うな。エイトマンってあるよ確か。本当あるんだ。家族で行ったことある。エイトマン。ブレイクさんも内容がマニアックでわからない。内容がマニアックだね。大好きさん。山大好きさん、なんかいろんなの好きよね。好きなんだね。うんうん。アイドルも確か好きだったし、こういったヒーローものヒーローものも好きだった。なんか少年の心を忘れない素晴らしい感じで。あのさ、なんかさ、うん、あ、なんでた？エイトマン？違う、イトマンマンはさ、なんかお笑いライブの司会とかやって、うん、あ、違う、ゲストで出てたりしてるんだ。あ、そうなの、うん、なんかそんななんかヒーローが司会やったりするのと思って司会っていうかゲストで出てたんだと思う。はいはいはい、はい、それのね、フライヤーを見た記憶がある。あ、ほんと。うん、ああ、転生戦士アライブとか初めて聞いたな、ね、なんかちょっと調べたくなった。で最後に、はい、はい、メンヘラネームハトさんより。ハトさん、ありがとうございます。僕の祭りの思い出は去年行ったお祭りです。うん、すごく楽しく時間を過ごせたのですが、うん、それから1週間後にコロナにかかってしまいました。うん、楽しかっただけにすごくモヤモヤっとした気持ちになりました。あ、コロナか、うん、かかったか。なんかあっさいコメントだな。かかったかっつって。すいません、まあでもね、浅いんです、ま、祭りでもらってきちゃったのかもしれない ね、 そうかもね、人が集まるからね、うんうん、またなんか第9波がどうこうとか話されてるけれどもね、うん、ちょっともう行動制限はさすがにされないと思うけどね、うん、でもまあお気をつけて皆さんっていう感じだ。そうだね、今年もね、5類に落ちたってことで祭りいろいろ開催されるでしょうけど、うん、もし参加される際は皆さんね、もうぜひお気をつけて、はい、そうね、コロナの対策もしっかりした上で、うん、気をつけてください。はい、ではここからは楽曲紹介のコーナーに、はい、皆さんお手紙ありがとうございました。はい、本日紹介する楽曲は、はい、ザ・アイドルマスターシンデレラガールズリトルスターズより、はい、愛しいさという歌をご紹介したいと思います。どうぞ聴いてください。はい、夏っぽくだ。じゃあなっちゃんの、あ、プレイズさん、プレイズさん来てるよ。はい、あのお祭りの時に食べる焼きそばが好きって。ああいいよね。ああいいね。屋台のねものは食べたくなるよね。俺も焼き鳥とかさ、うん、ホットドッグは絶対、フランクフルートとか、うん、ソーセージ系は食べるね、うん、たこ焼き食べたい。でちっちゃい頃はやっぱりさ、うん、屋台のおみくじみたいなさ、うん、やっちゃうよね屋台の。あ、なんてさ、こう見えてさ、そういうの全然やらないタイプだった。どう見えてるの俺は。わからないけど。沖縄の祭りグルメといえば何かなって。沖縄の祭りグルメ、意外とそんな変わり映えするものはないんじゃないかな。まあ分かりやすく言ったら、夏向けたの祭りあんまり行かないんですよ。でもオリオンビールはやっぱり。あ、オリオンビール、うんうんうん、オリオンビールですよ。ビールを飲むの。そうそうそう、ビールでやっぱり焼き鳥。そうそう、ビール焼き鳥。なんか変わり映えするものあるかな。なんか俺もピンとくるのないな。何かあるかな。沖縄枝豆。いやいやいや、枝豆はあるか。枝豆売ってるとこもようわからんしな。なんか変わってるところあるかな。最近だったらさ、肉巻きおにぎりとかさ、普通に、まあ、売ってるけどさ、あの、うん、めっちゃ高いと思うんだ。まあね、まあね、800円ぐらいする、うんうん、夏美さんはちなみになんか、あの夏祭りの思い出、うんうん、なんかありますか、夏に限らず。夏美さん、あの、あれ、なんだったかな、あのお祭りの屋台をちょっとバイトで 2,3 日やってたことがあるんだけど、うんうん、その時にあの清作のモンパチ来てましたよ。モンパチの清作。モンパチの清作ね、逆だとね、ごめんごめんなさい。モンパチの清作さん来てました。そう、うん、歌ってた歌ってた、うん、舞台で。これ高校生ぐらいの頃。そうそうそう、高校生の時、うん、だからもうちょうどよ、ちょうどドンピシャ、ど真ん中。ファーストアルバムとか出してた時かな。うん、今もうめっちゃモンパチって言ったら人気でしょ。いやまあ人気といえば人気だけど落ち着いたんじゃない。あそっか、うん、そう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 、一時のあなたにとか小さな恋の歌歌ってる時に比べれば、高校生の時だったからドンピシャだったらしいのよ。らしいって。らしい。うん、らしいなだったのよ。
いきなり終わるんだ。あ、それで写真撮った。あの2人で写真撮らせてもらって、ちょっとその写真紛失しちゃったんだけど。紛失したんだ。なくしちゃった鳥ね、なくしちゃった。まあまあまあいいじゃないですか、うん、そうそうそう、プレイグさん、清作さんがすげーって言ってる。うん、すごいよね。一言みたい。話しがいのないやつ。そうなんです。サッチーさん、祭りグルメで珍しいものは特にない気がする。ねえ、ないですよね。沖縄ないけど、オリオンビールはビールである、ね、この沖縄らしさを感じるものって言ったら、やっぱ雰囲気じゃないかな。やっぱあの指笛とか、指笛とか鳴ってたり、うん、三線の音があちこちから聞こえてたり、うんうんうん、そういうのは感じてたな。あとはね、もう夏の独特の沖縄らしい湿気のある暑さとかさ、うん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 、当然だけど方言が飛び交ってるしね、周りはね、うん、まだあの外人さんとか内地の方も多分多いんだろうけど、うんうん、祭りでトウモロコシ焼いたの食べたい。はい、じゃあ、はい、はい、お聞きいただきましたのはザ・アイドルマスターシンデレラガールズリトルスターズの楽曲で愛しいさでした。うん、はい、こちらテレビアニメアイドルマスターシンデレラガールズ劇場で使用されたエンディングテーマ曲のうちの一つで、うん、まあ、アニメ自体はね5分枠の短編アニメだったんですけども、うんうん、結構面白くて見てたんですよね、うん、はい、ちょっと声が可愛い、沖縄らしい、なんかまあ夏ということでね、ちょっと、うん、この歌をさ、はい、選ばさせていただきました。はい、うん、ゲイタさんにね、あ、うん、夏美さんの夏の思い出もあの YouTube とか、うん、ツイキャスのアーカイブで来週残るのかな、あ、それで聞けると思うので、ぜひそちらもご確認いただければと思います、うん、はい、はい、ケンタさんのはこの後ちょっと喋ろうかな。はい、はい、ではエンディングに入っていきたいと思います。なんだろうね、ケンタさんの話は。花火やともや、はい、メンヘラジオエンディングでございます。あ、早いな、はい、サッチーさんとプレイグさん来てますよ。はい、花火は玉屋って言うって。玉屋、沖縄は玉屋言わないな。玉屋って少なくとも俺が参加してきたやつで祭りで言う、みんなで掛け声で玉屋みたいなこと言った記憶はない。うん、確かにないかも、うん、うんうんうん、周りで言ってる人なんかね、面白半分っていうかさ、やっぱりなんていうのかな、あのドラマだったりアニメだったりで掛け声としてさ、うん、あの表現されたりするんだけど、うん、それを真似していってるような人たちは見受けられるけど、うん、みんながみんなは言わないよね。あ、でもあれって言わない、花火がドーンって上がった時に、うん、あ、いやいや、あれドラえもんじゃないとか。はあ。いや、わからんわからん。え、ドラえもんの花火があるじゃん。わからんわからんわからん。え、わかんないの。ドラえもんの顔ドーンってドラえもんの顔。へえ、知らん。知らないんだ。知らん知らん知らん。キャラクター花火みたいなやつ。うん、そうそう。あとそれとか金色のファーってこうしだれるやつは、あれはバナナとかって言ってたりしてたんだけど。ああ、夏美さんだけ。夏美とその友達は。へえ。へえ。まあそれも夏の思い出といえば思い出だよね。ほー、うん。まあ、健太さんの夏の思い出、夏の思い出というか祭りの思い出、祭りの思い出っていうとね、うん、当時中学、小学校5年生から中学1年ぐらいまでお付き合いしてたね、はい、まあ、初恋というかね、初めての彼女がいたんですけれども、はい、どこにも出かけたことなかったんですよ。どういうこと、どういうこと。デートらしい、デートしたことなくて、デートがしたことなかった、学校でおしゃべりするぐらいで、うん、あと電話とかね。で、なんか友達の前でなんか仲良くするのが恥ずかしい時期だったのよ、うんうんうん、なんか茶化されるのが恥ずかしいっていうか、うん、それでずっと行かなかったんだけど、うん、一回祭りに誘われてからさ、富城の富城の地元の祭りだったんだけど、うん、そこを一緒に行こうと言われて誘われて、うん、祭りって言ったらもっとなんか不特定多数の人に見られるさ、友達だけじゃなく、うん、それが恥ずかしくてすっぽかしたのよ。
約束の時間を。それはきついよ。そして俺ボーリングに遊びに行った。うわ。友達たち。それでボーリング終わって帰ろうかなっていう時にお家に電話して迎えに来てって言おうとしたら、はい、さっき何々さんから電話あったけど、うん、待ってるって言ってたよ。悲しい。だから母親に迎えに来てもらってそのまま祭り会場まで行って、うん、さすがにいないだろうと思って、もう祭りも終わりかけてたのよ。さすがにいないだろうと思ったらいてよ。うん、いるよそりゃ、待ってるって言ってんだから。一周だけ二人で何も喋らないで回ってバイバイって言って帰ったの。ごめんも言わなかった。ごめんは言ったかな、覚えてないな。言ったはずよ。ほんで後日、うん、来てくれてありがとうって言われた。もうなんかな、もう胸苦しくてよ。苦しい。そうそう、苦しい。でも、まあ、結果そのことはお別れすることになったんだけど、うん、その後まあお付き合いすること、恋人ができたりしたらなんかもうちゃんとしようと思うようにはなりました、うん、大切にしてあげてよ。はいはい、だから大切にしてますよ、うん、ああそうそうそう、間接的に大切にしてよみたいな。あ、はいはい、そうそうそう、そうですね、はい、では、はい、ケイタさんの祭りの思い出を話したところで本日のメンヘラ城はここいらでお開き。はい、ありがとうございました。ツイキャスも受け取っています。今日も元気に病気中、中村夏美と中村健太でした。お薬飲んで寝ろ。はい、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。プレイグさん、サッチーさん、なんかいっぱい拾えなくてごめん。今読み上げたらいいよ、うん、今読み上げる、うんうん、サッチーさん、あ、青森も、プレイグさん青森も。